はい、こんにちは。今回は、ビンゴの数理について話をしていきたいと思います。より具体的には、穴開き最大問題と、まあ、勝手に名付けたものと、そしてビンゴの確率についての話をしていきたいと思ってるんですが、そもそもなんでビンゴの授業をしようと思ったかっていうと、実はですね、つい最近、ビンゴ大会に出る機会があって、その時に一緒に参加してた謎解きの松丸くんが、18個も穴開いてんのに、全くビンゴにならなかったんですね。本人もあの、こんなね、ツイートをしてたぐらいなんですけど、 その中で二人で盛り上がってたのが、これって結構理論値に近くて逆にすごいんじゃねえかってことなんですね。まあ、要するに、ビンゴにならずに穴って何個まで開けられるんだろうって話になったんですよ。で、その時松丸くんは、まあ十何秒ぐらい考えた末に、まあ20個だろうねっていうね結論を出したんですけど、まあ、これはですね、まあしっかり考えてみても正しいんですよね。さすがですね、これをまあ十何秒かでね、結論を出せる松丸くんすごいんですけど、まああの、穴開きはね、できないけど、ひらめきはね、できる男なんでね。 え、ま穴開きはできてますね。ただビンゴにならないだけで。まあ、そんな話はだ置きですね。まあ、そういう経緯があって、ちょっとビンゴと数学って面白いなと思って、まあ、自分でね、その帰り道うんうんってね、考えてみたりとか、いろいろ調べてみたりとかしたんで、えー、その内容をですね、授業していきたいなと思ってます。はい。ではですね、まず、えー、そのビンゴ大会の時に起きた現象についての問題なんですけれども、まあ、今回ね、あの、穴開き最大問題と預けさせてもらいましたが、まあ、問題の、えー、設定としては、普通にこういうね、 よよくある市販で5 5のビンゴを考えますよと。まあ、今回はじゃあこれ真ん中ね、よくフリーって書かれてるところを最初から空いた状態で考えましょう。まあ、よくこういうことしますよね。なんで今ね、このビンゴカードを模した図を書いたんですけど、最初から真ん中は空いてます。はい。まあね、あの、重印で空いてる場所を、えー、書くとしましょう。そして今の問題は、ビンゴにならずに最大何個穴を開けられるかという話なんで、 まあこういうにですね、頑張って書いていきたいんですけど、まあ、これはですね、多くの人が、まあ、時間さえかければですね、えー、見つかると思います。なるべく穴を開けていってビンゴにならないようにしようと思うとすると、例えばこんなのがね見つかるかなと思います。はい、今、青で丸したのが、これが穴が開いていないマス。今回は空白マスと呼ばせてください。ここが穴が開いていなくて、他が全部開いてる状態。 はい。この図を見てもらうと、確かに×で書かれた穴が開いたマスは20個あるんですね。まあ、逆に言えばこの 5×5 の25マスの中で穴が開いていない、今回空白マスと呼んでいくこの丸は1、2、3、4、5で、ねえー、ちょうど合ってますね。なのでこれは穴が20個開いた状態と。はい。という具合に、まあ、ビンゴにならずに20個穴を開けられる方法は見つかるので、本当に20個が最大であると結論付けるためには、 21個が無理なことを示せればいいですね。えなので、こっち側でですね、21個が無理なことを示していきたいと思います。はい。今回も真ん中は最初から穴が開いてるとしましょう。で、今からまあこれを示したいんですけど、実はですね、これは割と簡単な話で、え考え方のですね、コツがあります。 あの、縦でも横でもね、どっちでもいいんですけど、えー、列でですね、じゃあ今回は縦のところで区切ってみることにしましょう。この、えー、5列ありますね。それを1列ずつ、えー、囲ってみたいと思います。はい。書いてみました。要するに5個の、まあ、ブロックに分けた感じですね。で、今これは、もちろん、ここのブロック全部穴が開いたら、 え、ビンゴになっちゃうんですね。縦のビンゴになっちゃうんで、この中に一つは空白マスがなきゃいけないですね。この中にも一つ空白マスがなきゃいけない。この中にも一つ空白マスがなきゃいけない。この中にも一つ空白マスがなきゃいけない。この一つ、えー、この中にも一つ空白マスがなきゃいけないので、これ、そもそも縦ビンゴを防ごうと思った時点で、空白マスが少なくとも1、2、3、4、5個いるはずなんですよね。なので、えー、空白マスが、これ、 5個というのは、もう21個は穴が開けられてないので、まあ、だってね、えー、5個使っちゃったら穴が開いてるのはもう20個だけなので、これ21個はもう無理なことがわかりますね。なので、これ、丸が4個では無理と。ということになって、まあ、これで証明ができたことになります。20個の具体例が1つ見つかって、そして21個は無理なことが示したので、マックスが20個ということですね。はい。 で、えー、ここからはまあ少しね、えー、余談なんですけど、真ん中に穴が開いていない、最初から穴が開いていないケースでもですね、これ結論は変わりません。まあ、あの真ん中も別に自由だとしたら、まあ、20個の場合が、えー、早く見つかるだけですね。まあ、本当にあの、この空白マスを斜めにね、えー、並べてあげれば、どこもビンゴをせずに20個,穴が状態20個穴が開いた状態が作れます。まあ、ちなみに、このね、21個は無理なことの証明方法が頭にあれば、 逆に20個うまく穴を開けられるような空白マスの配置方法はすぐにわかります。どうやるかっていうと、この縦で見ても横で見てもちゃんと1個ずつ空白マスがあって、そして斜めが揃わないようにだけ注意すればですね、すぐにこういうパターンが見つかるかなと思います。はい。というわけで,ですね、この穴開き最大問題、ビンゴにならずに穴は何個まで開けられるかっていうのは、その時にね、本当に松丸くんが言ったように、 え、20個が正解となります。これはなんか、なかなか面白いですね。まあ、あの、本人はね、18個穴が状態だった十八個穴が開いた状態だったので、まあ、結構ね、すごかったんじゃないかなと思います。ではですね、まあ次に、まあこれはね、別に何にも役に立たないけども、より実用的な確率についての話をしていきましょう。では、ビンゴの確率の話をしていきたいと思います。え、まず共有しておくべき前提条件として、 ビンゴに書かれている数字は、こういった市販のもので一番よく見る1から75までだとします。ここに書いておきました。これはあの前提としてください。そして、このビンゴの確率を正確に計算するのは、まあ、かなり、ね、無理な話なので、今回はですね、ネット上で見つけた1000万回シミュレーションしたの結果をですね、参考にさせていただきながら話をしていきたいと思います。はい。今、ここにね、ちょっと図があるんですけども、 横軸がですね、えー、この数字を、ビンゴの時に、えー、数字言うと思うんですけど、その読み上げる回数です。で、縦軸が、えー、確率。まあ、本当はね、回数が、まあ、あの理算的なんでね、飛び飛びの図になるはずなんですけど、まあ、そういったものをね、滑らかに結んだグラフがこれだと思ってください。はい。えー、で、この図の解説をしていきたいんですが、まず読み上げた回数が4回でですね、最速の人がビンゴし始めます。まあ、かなりね、難しい話なんですけども、 4回が確かに最小ですよね。だって、4回っていうのはこの真ん中を含めて、縦ビンゴ、横ビンゴ、斜めビンゴっていうのがあるので、まあ本当に最速だったらそういう方法も、まあそういう人も出てくると。はい。というわけで、まあ4回からですね、初めて確率がゼロじゃなくなります。で、バーって言って、一番遅くて71回目の読み上げでビンゴの人が出るんですね。どうしてかというと、この話と全く同じで、 回数字を言ったってことは、まあ、被らず言うはずなので、1から75のうちの70個の数字言ってるわけですね。だから読み上げていない数字がもうあと5個しかないと。その5個がちょうどこういった空白マスに対応している状況のはずなので、71個目の数字を言ったらもうね、必ずビンゴになってしまうというわけです。まあかなりね、これもすごい話ですが、グラフとしてはですね、こんな形になります。で、 ここで興味深いのって、ま、いろいろとね、あると思うんですけども、まあ、さっき言った、まずこの話しますかね。4回でビンゴなかなかレアって言ったんですけど、これは簡単にですね、解析的に計算ができます。ちょっとやってみましょう。はい。この確率の計算。え、まず、1から75ある数字の中で、4個の数字を選んで読み上げるので、まず、ま、分母になる部分は、えー、75C4 でいいですね。はい。 75C4 の中でビンゴになるっていうのは、さっきも言ったこの縦横斜めビンゴだけなので、縦のパターン、横のパターン、斜めのパターンが2個で計4パターンなので、75C4 分の4と、これがですね、このエコに該当する確率になります。これ計算すると、だいたい、 はい。0.000033点点点と。まあ、なんで、パーセントで言うと0.00033%ぐらいですね。まあ、これは大体30万回に1回ぐらいです。はい。まあね、まあ、かなり激レ,激レアなことがね、分かったと思います。えー、ちなみに読み上げた回数が123の時にビンゴとか言うとね、えー、ちょっと受ける可能性があります。はい。 えー、ではですね、まあもう少し話をしていきたいんですが、まあ、このグラフでやっぱり気になるのって、このピークですよね。何回読み上げた時が一番、まあ、ビングになっている人がいる確率が高いのかということなんですが、これがですね、そのシミュレーションによると43回なんですね。まあ、なんで、この4と71のちょうど真ん中ではないですね。ちょうど真ん中は37.5、こ,この辺りなので、まあ、少しね、71の方に寄ってると。 だから実際に何かね、ビンゴ大会を開催するとして、43回目に通常を言ったときが一番ね、その時初めてビンゴビンゴっていう人がたくさん現れる、えー、ってことになります、基本的に。はい。そして、まあね、あとはビンゴ大会を主催するときに興味があるのが、この大体43まで読み上げ、43回読み上げたときに、全体の何パーセントぐらいがビンゴしてるかも興味ありますよね。 そうですね。大体56%になります。はい。学、まあ、なんで43回も読み上げたら会場の半分以上がだいたいビンゴしている状態になると。まあ、普通ね、ビンゴ大会ここまで長くやらないとは思います。まあ、なんか会場の半分以上の人がね、プレゼント持って帰ってもらいたいっていうね、その優しさに溢れたビンゴ大会があってわかんないけども、まあ、ちょっとね、これはね、時間もかかりすぎると。学、まあ、なんでちょっと具体的に、まあ、実用的な話をすると、実はですね、まあ、大体その28回、 読み上げる。それまでにビンゴをした人の割合っていうのが、確率的には約10%になると。ということなので、まあだいたいね、参加者全体の10分の1ぐらいのプレゼントを用意しておいて、まあ時間的にそれがね、ビンゴ大会どれぐらいかかるだろうっていう時に、まあ28回読み上げるまでの回数をですね、まあ概算しておけば、 まあ、スムーズにイベント進行ができるかなというね、まあかなり実用的な話なわけです。なのでぜひですね、ビンゴ大会開催する人は、このビンゴの確率文法ですね、えー、参考にしてみてはいかがでしょうか。というわけで、まあ今回はビンゴにまつわる、まあ、数学の話をしていました、えー。興味を持っていただければ幸いです。また別の授業動画でお会いしましょう。さよなら。